マシネカウ。ポイント1、爪研ぎの細道。ポイント2、ティッシュ箱と本の階段。ポイント3、すごい曲がり角。ポイント4、未読の教則本の発信。ポイント5、ルークリエイターの白いテーブル。ポイント6、ピタゴラゴール。ガーレちゃん、うん、悪魔って何のこと？チャイも手伝ってあげようか。じゃあ猫のセクシーは必要じゃないかな。あら、そう、遠慮しないでいいからね。その時は呼んで。入ります。どうしたのどうしたのどうしたの。これはダメだ、そこに本を置きましょう。それそれ、それがちょうどいいよね。そう、そこに。いいんじゃない。そう、よくわかったよね。今チャイハマってるの。そう、今でしょう。ゴールは、うん、大丈夫。ねえねえスタッフさん、チャイちゃんがスタッフさん面白いことやってるから見ておいでって。え、カメラどこどこ、足、あ、ここ。ごめんだよスタッフさん、面白いことやってるね、倒してみていい？ケチ。はい、スタッフさん完成したね。よし、倒そう。半分できたらもう完成みたいなもんだよ。いくよ。なんだよスタッフさん、ケチ。チャイちゃん、スタッフさんまだやってるよ。崩れちゃえばいいのに。視聴者はさ、崩れたところの方が見たいよね。チャイちゃん、あー、スタッフさん遊んでくんない、つまんないの。倒れろ。よし、念じてから倒れるぞ。狩りの念じすごいんだから。
だよね。カリたちはどうしたらいいな。オッケー、カリソイントクイ、オッケー、カリソイントクイ、オッケー、カリソイントクイ、オッケー、カリソイントクイ。おお、スタッフちゃん、何やってんだ。すげえバカみたい。どんくさ。ではいただこう。うわー、ちょっと全部きれいに倒れちゃってる。我慢しましょう。あー、またスタッフさん倒した。もうスタッフさんもうほんとどんくさい。また倒した。ほんとバカみたい。おい、ブタハーゲデール、アゴナガおたんこなす。よし、スタッフさん、次次。そうだよ、スタッフさん、次はうまくいくって。オッケーオッケー、うまくなってる。よし、スタッフさん、その調子。よし、スタッフさん、慎重に。まだ油断したらダメ。全部倒れてからが我々の本当の成功だよ。よし、ゴールの設定は OK。 よし、みんな落ち着いていか。準備でき次第食べ始めるよね。大盛りでお願い。チャイちゃん先食べてて。よし、スタッフさん泣きそうな顔すんなよ。よし、スタッフさん、あとは頼んだよ。大丈夫。本日のコメントさん、はい、マチャメクーさん、ありがとうだよ。スタッフさん、左手の薬指真っ赤だよ、うん、どうしたの、やけど。これは水餃子作った時のやけど。我々の頑張りにグーグーグー。君にはこれおすすめ、新しい動画こちら。いやー、スタッフさんどんくさかったね。皆さんこれでもだいぶカットしてるからね。そうそうそう、あの短い距離でどれだけ時間かけてるんだよ。まあでも諦めずによくやりました。諦めずに挑戦すればいつかは成功するってことだね。うん、そういうこと。